相当宗、相当宗は、中国の禅州五家、相当、臨在、異行、雲門、方言の一つで、日本仏教においては、禅州、相当宗、日本だるま州、臨在州、大幕州、府家州の一つ、鎌倉仏教の一つである。本山は、永平寺、福井県、総持寺、横浜市鶴見区、もっぱら座禅に徹する目禅であることを特徴と、 するが、仏がつまり悟りを開いた人、目覚めた人の教えであるので、出家在家にかかわらず、求道者各自が悟りを開くことを標榜する。中国禅宗の祖であるダルマ、5世紀後半から6世紀前半、から数えて6代目の南州禅の祖、創景宝林寺の絵の百638から713年、の弟子の一人である、西元行志、740年から、 石頭紀仙、700から790年、石頭衆、約三遺言、745から828年、雲岩雲里明、782から841年、と四代下った道山領海、807から869年、によって、はじめ集された。中国総統州は、道山領海と彼の弟子である、総山本尺、 840から901年を祖とし、はじめ、ホラ総集を名乗ったが、語呂合わせの都合で、総当集となったというのが、定説の一つとなっている。また、道元、1200から1253年を、はじめ日本の禅衆では、ホラ総集の、奏は、奏山本尺ではなく、奏形への、大幹への、638から713年、から取られている。 という解釈がなされている。道元が、このような解釈をした理由は、創山本尺の系統分派は途絶えていて、道元が学んだのが、雲井同様、902年につながる系統であったためである。道元らが提唱した系譜は、前述した南方禅の絵能に遡り、その弟子世元漁師石頭紀仙、約三異言雲は雲里明、道山領海、と続く、方脈である。 宋山本尺の系譜は四代伝承した後に、絶点した一方で、道山領海の一系譜のみが、現在まで伝わっている。道山領海の全学思想に基づき、宋頭集の全風は、万物見なきを幻、万法本源ため仏性である。道山領海から五代下った、大王傾、現、四十三から千二十七年には、弟子がいなかったため、死死の免除を経ずに、 不法総称する、大付によって投げ小ギアを、1032から1083年、えと司法がなされることで、北総末における再高がなされた。時代の不要同会、1043から1118年の弟子の代になると、宋の南戦による南総の成立に伴い、下北に泊まる六門自覚。年の系統と、江南に下る丹霞氏厚し、 千百十九年の系統に分かれた。短歌住小厚氏の門下には、高知小学、千九十一から千百五十七年と、新血清資料、千八十八から千百五十一年がおり、高知小学は、木昇前を提唱し、神奈前を提唱する、臨済衆の大絵壮行、1089から千百六十三年と対立したことや、多くの弟子を持ち、 高知派を形成したことで知られ、他方の新血清資料の門下では三代下った、天道女城、1163から1228年から、道元が日本へと総統集を伝えた。高知小学の皇帝であった、自徳江明、1097から1183年の、系統が、高知派ではその後唯一、元生民発に至るまで、 中国総統州の本脈を保ち支えていくことになった。この高知派の州風は、東明永日1272から1340年、野党領永1285から1365年によって日本にも伝えられ、鎌倉、京都の御三前林にも大きな影響を与えた。他方、河北に泊まった六門寺閣の系統は、不詳一弁。 青州紀弁、1081から1149年。大民層だから、1114から1173年、玉山下い。年、雪岩絵万。年を経て、近代に、万章雪火で、1167から1246年、が登場することで流星した。彼の弟子には、雪帝福広史、から1274年、矢立総在。 1190から1244年、臨戦樹林。年などがいる。節定福広氏は現代に皇帝久比雷、1215から1294年に認められ、国史に指名されるとともに、須瀬昌林寺を任され中高の祖となった。現在の中国でも、須瀬昌林寺、総統正宗が、河北地方の拠点として有名である。以上の、 主な奉仕をまとめると、以下のようになる。日本仏教における、総統宗は、鎌倉時代に始まる。道元は、臨在州王領派の明前に随進した後、共に、宗に渡り、天道山で、総統宗の、天道女城、長女城に指示して、介護、心身脱落して修行が終わり、1226年に、帰国した。修祖。 道山了解から、道元までの方士は、となる。道元自身は、自らの教えを、正伝の仏法であるとして、セクショナリズムとしての宗派を否定した。このため、弟子たちには自ら特定の宗派名を称する、ことを禁じ、全宗の一派として見られることにすら、拒否感を示した。どうしても名乗らなければならないのであれば、仏神宗と称するようにと示したとも伝えられる。あとに、 奈良仏教の幸福寺から迫害を受けた日本ダルマ州の一派と合同したことをきっかけとして、道元の入滅、死後、次第に全州を標榜するようになった。宗派の故障として、相当州を用いるようになったのは、第四祖経山上二1268から1325年とその功績が残章広し、1275から1366年の頃からである。 日本における総統州は中国における総統州の説とは違い、総形営農と銅山領海の頭文字を取って総統州と呼ぶのを定説としている。臨在将軍、総統市民と言われるように臨在州が時の中央の武家政権に支持され政治、文化の場面で重んじられたのに対し総統州は地方武家、皇族、下級武士、一般民衆に広まった。 総頭集の宋門は、久我山林道門、小賀の林道門、小賀の林道社門と五十七霧門である。清殿の仏法を伝統とし、南武を来る身として、社会本尊とアオンが、各人は座禅により満法に称せられる、悟ることを寛容とする。総頭集の座禅は、中国禅の伝統と、同じく、士官多座、騎士領の座禅をすることをもっぱらとし、臨在州のように、 公安全を取る流派も一部にあるが少数である。江戸時代のように多くの相当修僧侶が公安全に参じた時もあった。不瞰座禅義は道元が帰国後座禅の仕方について表した指南書四十六弁礼体による表現がなされている。また道元の著書である消防玄像は道元の自らの悟り体験に基づき仏教全般について表現している。 決して死意による哲学ではない。主に読まれる経典、基本となるソロク、古英家、和山、昭治二年、千二百年、京都小鹿野家で生まれた道元は、憲法二年、千二百十四年出家し、恩城寺、憲仁寺で学ぶ。女王二年、千二百二十三年妙前と共に、博多から南宋に渡って、諸山をめぐり、総統修禅寺の天道にお城より因果を受ける。 天福元年、1233年京都に、京成寺を開くが後に、越前に移り、寛元二年、1244年笠松に、おさらぎ寺を開く。寛元四年、1246年、おさらぎ寺を永平寺に改め、法寺二から三年、1248から49年、執権、北条時より、畑の義重らの創生により、京家のため鎌倉に、下校する。 県庁五年、二百五十三年病により永平寺の漢字を弟子婚家城に譲り、京都で没する。永平寺に成功運は道元が日頃大衆に語った、法語をまとめた、消防源増水門記を表し、道元の教えを記録し広めることに努めた。道元の死後、威風を守ろうとする保守派と、主張教家のため方式も取り入れようとする解放派の、対立が表面化する。 文英四年、1267年、トール通り義助に住職を譲るが、両派の対立が激化、三大総論したため、文英九年、1272年コ運ンが再任する。公安三年、1280年コ運ンが没し、トール通りが再任するが、内部対立を収集できず、永仁元年、1293年永平寺を出て、大乗寺を解散する。 永平寺は四世、義縁の進む十五は、外護者旗の氏の援助も弱まりでらは、急激に衰えた。一時は、廃寺道前まで推備したが、戸籍雲が再興し、現在に至る基礎を固めた。通る通りの弟子経山上金は1321年、のとに、総持寺を解散し、南朝、後大醐天皇より、日本相当玉物もの紫出世の道場の臨時を得る。 大安五年、1372年、永平寺も、北朝、五円遊天皇から、日本総統第一道場の額、臨時を受ける。総持寺海山経山上近は弟子に恵まれ四、明と呼ばれた逸材を輩出した。四、明の一人、河山小河原も優れた弟子に恵まれた。大元総誠の門流は、梅山危機本、女中隆などを輩出し、 北陸東海に共戦を拡大した。通り幻石霊も通り幻十秋らと呼ばれる、優れた前奏を排出。両和明明は、西条寺を開き東国に、石翼新寮は、大明寺を開き、中国地方に共戦を拡大した。無定両省は上和四年、1348年、東北地方初の総統修寺院として、消防寺を開き、弟弟子の月泉両院がそれを継いだ。 御花園の天皇の頃には、ほとんど全国に普及するまでに成長した総統集だが、応仁の乱以降は衰退していき、僧侶の俗化が進んだ。思想選びは、学徳より地位や富が基準となり、法刀の継承は、寺院相続のための方便と化しつつあった。江戸時代に入ると、幕府や大名の支援で寺院そのものの復興が進むが、僧侶の大敗は改まるどころか、 ひどくなっていった。こうした中、月収集、古、万次山道次郎、免山随法らが立て直しに取り組む。特に万次山道次郎は、当時広まっていた、寺院の住職を継ぐことによって伝えられる法等、伽乱法ではなく、道元が尊重した思想から弟子へと伝えられる法等、忍法を重視する、総密る復興運動を展開したことで知られる。 また、消防現像など胸のりの研究、工程、出版なども盛んに行われた。なお、元現元年、六百十五年、江戸幕府よりハットが出され、永平寺と総持寺は大本山となり、欧州消防寺と九州大寺寺は本山から外れた。二十一世紀初頭である現在、全国の総統州寺院は、宗教法人総統州により包括されており、 その本部事務所を総統修習務長という。総統修に所属する約一万五千0カ所寺は、永平寺派の誘導会と総持寺派の総和会に所属が二分されている。総統修としての州派の長を官庁といい、大本山、永平寺及び大本山佐都志持寺の官住住職が、それぞれ二年前交互に就任する、政歴の偶数年の一月二十日付で、 任期満了となり、翌1月21日付で交代となる。なお、官庁が任期中に辞弱の場合は、公認の官寿が残忍期間まで官庁を務める官令となっている。閣僚に当たる内局の部長7名も、両派で、ほぼ半数ずつ、総議会議員、定数72名も36選挙区ごとに、両派から1名ずつ選ばれる。運営は、官庁の下で、 衆務と事務が長議、責任役員会の決定に基づき執行される。また、内局、衆務執行機関、葬儀会、議決機関、新院、官制機関の3機関が置かれている。宗教法人総統衆の代表役員は、衆務総長といい、衆務執行機関としての法人を代表し、その事務その他の衆務を総理する。系列の教育機関としての最高学府である。 大学も、永平寺系の駒沢大学と東北福祉大学、総務知事派の愛知学院大学と鶴見大学などに2分されており、学校法人の理事長や学長の選任に際しては、実質的それぞれの派が、指名系を持つ。両大本山の住職を肝獣といい、二人の幹事が二年交代で、肝長、就問代表となる。肝長は、 有志各社で立候補者から選挙によって選出される、就門最高の議会。尊称として住んでいる場所にちなみ、永平寺官寺を、不老格芸家、掃寺寺漢寺を死運体芸家とも呼ぶ。歴史的には、消防寺、岩手県欧州市が、大宇二州の本山、第一寺、熊本県熊本市南区が、九州本山であった期間があるが、現那元年、 1615年のジンハットにより、永平寺、総持寺のみが大本山となる。また、江戸時代に来日した民葬、東ずさつき新越によって開かれた、総統総受賞派は、祇園寺、茨城県三戸市を本山とした。新越の法系は、道元と別系であったが明治維新後、合同した。明治、大正時代の日本人の海外移住とともに、 ハワイ・ブラジルなどに開教された。ペルーのジオン寺は南米大陸最古の仏教寺院である。ヨーロッパではデシマル大戦が共戦の拡大に貢献し、2005年現在、それらの弟子たちが世界各地で布教活動を継続している。このほか、相当集計の単立寺院が少数存在する。タタラ学園、2006年9月、設置者変更により、 高川学園高等学校、中学校となるの破綻問題に関し、山口信用金庫と豊富信用金庫から12億円の賠償を求める訴訟を2006年8月に起こされている。10月、山口地方裁判所から州務庁ビルの仮差し押さえ命令が下った仮差し押さえ自体は事実認定とは無関係に原告請求のみで可能で、被告の反論を要しない。 2010年9月に行われた総議会議員選挙で岩手県選挙区で当選した住職が選挙前に有権者に相当する県内の住職に対して健康と称して現金を配っていたことが報道された。対立候補であった当時現職の住職も3000円相当の1 0個を配っていたという。ただし総統州の規則では 選挙時の買収の禁止という項目は存在しない。また、公職ではないので公職選挙法の適用範囲でもない。一連の流れが表面化されたのは、葬儀会議員候補者の勢力争いの一環。総統州は、越南、ベトナムなど、他の漢字文化圏の国にも伝わっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。